ニコラウス・レーナウの肖像をニコラウス・レーナウは、ハンガリー出身のオーストリアの詩人。本名は、ニコラウス・フランツにインブシュフォン・シュトレー・レナウ。代表作に、自然をテーマにした、アッシュの歌や、森の歌、女ジ詩ジ、ファウスト、サボナローラなどがある。当時ハンガリー領だったシャダートで、ドイツスラブ系の父親と、ドイツ・ハンガリー系の母親の間に生まれる。ウィーン大学では、哲学、 法律、医学など、専攻分野を転々とするものの、莫大内産が手に入ったことから1831年に、シュトゥットガルトに移り、ルートビヒューラント・ラシュバーベン氏派の作家と信仰を持ちつつ、分泌活動を行う。1832年には自由の国アメリカに渡るが、実情に幻滅して、起用する。1834年より、 友人の妻ゾフィー・レイベンタールとの恋愛関係に悩み、1844年に発狂し、クロスターノイブルクの集落バイトリンクのクロステノワボーグ・バイドリングに埋葬されている。ハンガリー的情熱とスラブ的唯一の混じり合った独自の作風により、世界区の詩人として知られ、ポーランドの民族運動に同情的であったために、オーストリアのバイロンとも呼ばれた。 生誕の地であるシャタードは、1926年に彼にちなんでレナウヘイムと改称された。レーナウはベートーベンを崇拝し、自らバイオリンを演奏した。また、彼の詩は、多くの作曲家に創作のインスピレーションを与え、フランツリストのレーナウのファウストによる二つのエピソードや、リヒャルト・シトラウスの公共詩、ドン・ファンのほか、以下のような歌曲や公共詩などが生まれるきっかけとなった。 ABC 世界大百科事典平凡社1967年 ABC 西洋人名事典岩波書店1956年 AB 大百科事典平凡社1984年ありがとうございます